なんか今回はエッセイっていうのをテーマに、5人の、まあ、京都に住んでる、まあ、春の村のブランドの周辺の人たちに実際にお話を聞いて、まあ、暮らしの中から形を取ってきて、まあ、新作を作るっていう試みの一つで、もともと形作るとき、自分発信で自分が使いやすい形とか自分の興味からしか今まで作ってこなくて、初めてまあ人の暮らしから作ってみようっていうのが今回で、で、まあ、5人にお願いした時に、ジンバさんにお願いした時にすぐに秒でレコードバッグがいいって言ってくれて、一番形が明確そうだね。な人だった。その時持ってたもんね、持っボール。てたの？ そうだね。ファミレスにいたのかな？いや、銭湯行って銭湯行ってて、て、それで銭湯行くからこれ持って行ってこた。れだよね。なんかこの中にさ、ボディシャンプー、リンスインシャンプーみたいなの1本ボンって入れてなかった？いや、入れてないけ入れど、てなかったか。あ、タオルタオか。ルがなんかプラスチックのケースに入ってて、あ、そうだったか。あそれれがか。1本入ってるって感じ。あ、すごい。なんか、使い込んでていい感じのカバンだなと思ったんだけこれいいど、よね、確かに。これは何のカバンですか？これはだから、レコードバッグって言う、なんていうの、レコードバッグっていう名前を聞いて買ったんだけど、レコード入れる？実際にレコード入れてたわけではなくて、レコードが入るようなカバンみたいなのを、高校生かな？高校10 生。代、10代ぐらいの何時年に、前？38やから、20年前。20年前？とか。すごいね。すごいよね。2020年？年持つんやね。持ったね。そう思うと。20年前に、20年前にこれどうですかって言われて、どこで買ったんですか？兵庫県神戸市、神戸市。高校時代やから、もう普通に多分、どこやったか覚えてないけど、普通の多分、こういうのが売ってる場所で、なんか、染め、これも多分染めやんね。あ、染め。なんか染めた製品を後染めして加工してるカバンをなんかこうを販売してる、なんていうかシリーズみたいなのがあって、覚えてるのはこれと肌着を一緒に買ったような気がする。茶色い後染めの、それは持ってる。そ肌れ着ははもうボロボロ。ボロ、あ、でも持っているん持っだ。てない、持って持っない、てもない。う。ここで破けたと破思う。けて、肘がで破もけた。この人は生き残ってた。そう、これはね、多分、なんていうか、そうね、強かった気がする。強かっでもここやっぱ結構変色してるよね、だいぶ。じゃあもう20年間ずっと使ってたっいや、ていうこと。たまーに使ってたたぐらいかまーな。に使ってた。どんなところが好きで買ったんですか？何やろね。でもレコード、その当時は別にレコードを聴いてたわけでもないし、今も聴いてないけど、なんかレコードがあるわけじゃないのに、レコードかバッグ持ってるのとか、結構いいなと思って。レコードは一回も入れたこ とがなない。い。だけど、なんかその10代、その時はちょうどいいから持ってたし、今は結構その10代に使ってたものを、使うっていうのがなんか物としていいって感じがする。確かに、こう時間を経て今そうここそうにあそるっていう存在がう。尊いっていうそんか。な感じがする。だから、まあ、物としての便利さで使ってきたっていうのも、まあ、もちろんあるけど、その年月に対する気持ちが大そうだきい。ね。なんか不思議と変わるっていうか、物が変わってないのに感じがあるかな。ベルトの絵わかる？僕の。わかります。でっかいベルトの絵。わかるわかる。あのベルトってさ、小学校から中学校に上がるときに制服あるじゃない。あるある。で、制服、ベルトとかしひんやん、小学生。しないし制ない。服着るからって言って、別に野球部でもないけど、スポーツ用品店に行って、母が、野球部が使ってるベルトは頑丈やからってんで、買ったベル頑ト。丈かもね。
そう。それのベルトやね、あれ。あ、そうなんですか。へえ。ローリングスの。それを僕はもうほんとずっと使ってて、便利やし、丈夫やから。でそれでその時はもう身につけてるもの1個書きたいと思ってた時期やったから、もう一番長いものにしようと思って、長い、そう、一番こう歴が長いもの、歴はね、それでベルトにしたんだけど、なんかそれと似てる感じ。なるほどね。そう、ジンバさんは基本的に物を長く使うタイプ、長く使うタイプでもある、でもあるけど、まあ特になんか思い入れのあるものは限られた、限られてる、限られてると思う、あんま残ってないかもしれないけど。そうそう、じゃあめっちゃ貴重だね。そう、今それで話してて気づいたけど、そのベルトをさ、こう して、でそのベルトを絵に描いたわけじゃない、そのベルトが絵になるってなんかわかるでしょ、その話聞いて。わかる。多分その基準でいいか悪いかを決め出してる時期が、絵になるかならないかってこと。そうなるほど。その絵を描き出してから大事にする基準として、それが絵になるかならないかみたいな、面白いね基準が多分あるんやと思うね。でこれは絵になるっていう基準、そういう意味ではそういう10代の頃の思い出とかが染み込んでるって感じ。あ、これは絵になるものってこと。そうださっきなんかちらっとこうなんていうか話してて、その10代の頃の、なんていうか、これ自体は変わってないけど、今これは10代の頃の思い出が僕には見えるでしょ。その染み付いてる感じっていうのは、それがいいっていうよりは、それが絵として成立する感じがある、なるほどね、っていうのが多分、なんていうか、これはいいもんやって思う、なんかあるんじゃないかなっていうのを思ったりしてて。時間の堆積とか。そうかな。でもただ積もっただけではなさそうですよね。それが。そうやと思う。何か自分にとってのいろんなものがあるから、選ばれし、ベルトやカバン。染み込んでるって感じ、時間が。連動、その さっきも話したけど、なんかこう、こういう、なんか、そういう思い出が染み込んでるとかって、なんか最近すごい興味があって、どういうふうに説明したらいいかわかんないけど、絵を描いてて、絵って結構こう、まあこういう絵、まあでもこれもそうやけど、なんていうか止まってるじゃない。止まってる。静止してるでしょ。で静止しすぎてるから、その結構こうさっきみたいにしにくいというか、感覚が連動していかない。なるほど。なんていうかこう見るっていうことにフォーカスが当たりすぎてるけど、でもそうじゃないっていうか、昔の人は結構さ、こう宗教とかやってて、宗教でこう信仰している人を描いた絵を見て教会に行ったりとかするっていう風にこう連動していってたでしょ。なんか生活と。あ、なるほどね。なんか絵だけにとどまらずに、そこに好意とか、まあ、思いとか、そういう連動がある。それがすごいいいことやなと思ってて、いや、そうだね。それをどうやって今導入しようっていうふうに、考えたりとかしていたりしたんだけど、まあ、動画とかさ、ビデオとか撮ると、そういうのが、まあ、容易にっていうか、なんていうか、体験として最大化していくって感じもあるけど、絵では無理やなと思ってたんだけど、なんか最近すごい一旦なんかいけるかもなみたいなのが最近出てきて、なんかこれさ、今写ってる絵さ、物の上にもしもしっていう、そうそう、会話っていうか動きがあるよね、そういう感じ。そう、もうまさにそれ。そう、なんか絵を描いてて、これなかったらさ、そのジャケットと、なんていうか、こうトートバッグのかかってるとこじゃない、だけど、もしもしって書いてあったら、家帰ってきて、家、自分の部屋入って、ジャケット脱いで、もしもしまで。なるほどね。あ、わかる。わかった、わかった。奥行きがあるんだよね。そう、これが、そこにね、こうなるっていう。あ、わかる。
めっちゃ怒るだから、5秒ぐらいかけた、うん、あ、なるほど、わかる、わかる、いや、わかる、うんうん、そうね、1秒ないしは0秒のものを5秒ぐらい引き伸ばして書くっていうのが今絵としての面白みかなって思ってて、それが今一番興味があるっていうか、なんかでも私は使うものをずっと作ってるんだけど、そのものの完成っていうのが出来上がりから使った人の生活になって使われていくまで、ね、うん、さらにはまあそれがなくなっていくまで、うん、だからその長い時間軸を結構自分の創作の目標にしてて、そ、ね、うん、それと似てるかな、いや、まさにそうやと思う、ね、うん、この奥の時間軸をジンバさんも今描こうとしてるんだ、そうし、その、うん、経年で変わっていくものとかは、はい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 、その都度の良さがあるから、うんうんうん、なんていうかそういう風に蓄積していくというか時間が、うんうん、え、わかる、と連動していく感じがあった方が面白いって思ってて、うんうん、それを今絵にしたいって思ってるのと、うん、それ、うん、なんか これが絵になるっていうか、うん、そのこれがいいって思うのは多分似てる、うん、似てる、あ、うん、なんか生活のが連が、ね、そう、こう物が立ち止まっていかないというか、なるほど、ね、そう、止まらなくて連動していくような仕組みというか、うん、まあ、うん、状態じゃ、なるほどね、すごい分かったなんでこのカバンが選ばれたのか、うん、まあ物としてもいいけど、やっぱその奥行きがあるからっていうのもある、うん、なんか話してて僕も気づいたかも、なんか、あ、本当、そう絵になるってかどうかで、そう、良し悪しを決めてる感じが僕のがその絵を描いてるってことが分かるとこかも。なるほどね、うん、画家っていいよね画家っていいですよね、それかもしれない今か話してて、でも職業に影響されるでしょやっぱり、うん、その生活とか、うん、まあそうね、その生活の雰囲気とか、うん、される、そう、それと似てるんかも。なるほどね、染めてるものにやっぱり目がいく、うん、そうだね、うん、まあ、道歩いてても染まるか染まらないかで見てたりするし ね、 そ, ね、それと思う、そういうこと、画家の目があるってこと、そう、絵になるかならないかっていう判断どっかであるんじゃない、いや面白いですね、うん、その絵になるかそれなんかあるんかなって今ちょっと思ったけど、うーん、説明するのはちょっと難しくて、うん、分かんなかったんだけど、まあ、そういうのはあるかも、もしかしたら、なるほどな、うん、どういう風に作っていくかとか、あ、話した方がいいよね、見てみる？なんかすごくステッチがしっかりとあっていいですね、うん、なんかこれ前見た時裏側に使ってなかったですか？そうなんよ、ね、裏もいいよね、うん、あんまりこう、なんで裏に使ってた？いや、裏って思ってなかったわけでもなんか裏の方がいいよね、うん、なんでだろう、表に見えるよねこれ、なんかね、うん、顔がこっちにあるような、なんかこう飛んじゃってるところも、うん、そうなの、だから裏面で使ってたからさ、絵の具がめっちゃ飛んでんのよこっちも、こっちの方が綺麗、表に、あ、確かに、でもなんかこれがいいよな、うん、なんかこのつけましたっていう、そう、これがめっちゃいいな、めっちゃいいよね、うーん、意外にこの辺のとことか、うん、なんか違うよね、うん、こうちょっと三重にステッチして補強もしっかりなされてるとことか、うん、なんかこの、まあ、ハトメの感じとかも良さそうよね、ちょっと武骨さがあってかっこいいよね、うんうん、だからレコードは入れたことがないけど、普段はじゃあ銭湯とか、銭湯行くとき使う、うん、とかかな、うん、軽いもの持つときとか、軽いもの持つとき使う、うん、手帳とか入れたりして、コーヒー飲みに行くときとか結構使ってる、ラフに、うん、レコードが、自転車乗るから、うん、これがやっぱり、うん、こう、うん、縮まらないでしょう、うん、ああ、それをどうするかみたいな、いい、うん、ちょっとどれぐらいがいいかやってみようか。なんかこのカバンはその話を聞いて結構忠実に再現した方が面白いなって思ってて、ね、ただこ
この長さだけは陣馬さん仕様にする。どうなんやろね、いいんかな、なんかでもちょっと長いと絶妙なんよね、マジで。短くする、どうする。まあ、短くはない、ちょっと短めなんよ。あ、逆に長くする。いや、あ、こうなると短いんだけど乗るときは楽。あ、じゃあ調節できるようにしてみるかなと思ったりとか。一番短い長さがどれぐらいがいい。ちょっと待ってね、持ち手みたいに、どのぐらいかな。その辺がちょっと相談したいって感じかな。うんうん、でも調節できてもいいね。そう、何らかの方法で、うん、その辺がちょっと相談したいかなって、うん、長さはどのぐらいがいいかはちょっと分かんないんだけどだけどちょっと自転車に乗るときは、うん、ちょ膝がこう当たるの。こう、あー邪魔だね、うん、だけど、うん、まあちょうどいいのかな難しい、分からへん。難しいね、ちょっと待って、基準がめっちゃ難しい。深いさ、でももう一個、例えばさ、この復刻版のレポートバッグができたら、うんうん、このカバンはどうなる。これはでもそのままじゃないかな。取っとく。取っとくんじゃない。絵に描く。絵に描いてもいいけどね。描いてもいいね。うん、そうね。確かにね。どうしようかな。こう どうなるんだろうって言うと思った。うん、意外にでもそんなにこう、うん、毎日のように使うカバンではないから。ああ、うんうん。だから気が向いたら使うようなのがいいって感じかな。いいね。うん。ちょっと短くするとしたら、うん、確かにちょっと短くなるだけでだいぶ印象が違うのかな。うん、違うと思う、実際に、うん、手に入るとちょっと、全然仮ですけど長さを変えれるようにするか、もしくはちょっと短いものを作るか。うん、なんかでも余分なパーツつけない方がいいかもしれないし、ね、あ、ちょうどいいかも、ね、ちょうどいいかも。ちょっと短くした、うん、ちょっと短く、もっと短くする。いや、こんぐらい、うん、まさにあんまり短くするのも、だからだいたい本当に何センチぐらいかな、うん、まあ、ほんと多分ちょっと 5センチとかぐらい短く作るってみる。このちょっと短めって覚えとくね。そうだね、うん、それぐらいかな。あとはなんか変えない方が、話聞いてると面白そう、うん、どっちがいいのかな。その完全に復刻しても面白いかもしれへんし ね、うん、ね。あ、そうだね。でもさ、短い方がさ、ジンパさん使うんじゃない。そうだけど、そうだね、ちょっとアップグレードしたいよね、やっぱり、うん、し、裏をさ、表側にしてるのも面白いから、それは面白いかも、うん、もうこの裏をもう表として考えて考えてみる。それはめっちゃいいと思う。やってみる、それで、うん、例えば色って、うん、なんか前、そうだね、これね、そう、なんで染めるかって話で、前ジンバさんがあれやね、そうそう、春の村と人のウェブのコラムで、はいはいはい、書いた時に話した、そうそう、ミロバランの話をさ書いてくれたけど、はいはい、覚えてますか。 もちろん覚えてます、覚えてます。ブリティッシュカーキの、そう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 、あれはなんかいいよね、いいよねカーキの話ってすごいいいなと思って、うんうん、まあ、ミロバランってすごい染料の中でもものすごく硬い実なんですけど、うん、 それが身を守るっていう意味があるって教えてくださって、うん、イギリス軍が ねミロバランで染めた軍服を、うん、まあ、その殻で守られてるって意味合いで、うん、その緑のカーキの
その兵隊さんの服を作ったっていうのとかは結構ロマンチックでいいなと思って。いいよね、うん、なんかこう色にそういう守るとかそういうものを重ねるって、うん、いいよね。いいよね。なんかすごいいいと思う、うん、すごいいいよね。すごいいいと思う。わかる。なんか私普段ミロバランは線路として使わないんだけれど、うん、まあそこまであの、まあ、線路として使うこともできそう。あ、全然できるし、なんか色味も実は、うん、3種類ある、うん、この色見本通りには多分私が染めるとやっぱりその違うものが出る、うん、入手した染料の色素の量とか、うん、その日の気温とか湿度でこうはならないかもしれないけれど、うん、多分このカーキに近いような色が出るんじゃないかと踏んでいる。ああ、それで行こう。もうそれで行く。やってみる。やってみてほしい。やってみる。うん、うん、やいい。もしかしたら違う色出るかもしれない。いや、いいでしょ。いいでしょ。うん、グミってちょっと違うもんね、全部、うん。全部違うと思う。そうだよね。うん、でもこれとこれとかは結構イメージにあるから、あ、でこれとこれかな。そうだね、うん、これが出たらすごい良さそう。そう、これは鉄焙煎、あの、うん、ミロバランで染めた後に鉄焙煎したものなんですけど、うん、多分鉄ってこうちょっと暗くなるから色がグレッシュになるなるかな。グレッシュには絶対なるはず、うん、いやもうそれが一旦見てみたいかも。やってみようか、うん、結構なんか、うん、いいよね。なんかいいよね。そう、ミロバランの話とかはめっちゃ好き。その、うん、なんていうか、その冷静が高いじゃない、そういう話って。そうね、そうね。で実際そのものをさ、うん、見てそう思うかどうかは分かんないけど、うん、これがそういう理由で作られてるんだっていうのでしか、うん、その冷静というか精霊を認知できないでしょ僕ら。まあそうだね。そう、目に見えないもの。ティンカーベルはやっぱ難しいじゃない作れないもん、うん、作れないし、うん、まあ難しいやん、その認知、うん、でもこういう風になんかなるとそれがその宿るっていう考え方で存在するっていうのは結構やっぱり素晴らしいと思って。いや、うん、本当にね、うん、それのなんか話聞いたからすごいいいんじゃないと思って、うん、そう、イギリス軍はそういうのが多いんですよ、なんか知らんけど。あら、身を染めてた人たちはどういう人たち？なんかどうなんやろう ね。赤もなんかあるって言ってたよ。赤、あ、そうなの？そう、でもそれはなんかその位の高い服とかは結構赤い染料をすごいいいのでやるとか。プチニールとかラックとかかもしれない。なんどうだろうね。あんまり詳しくはないけど、なんかそういうのは結構あるとは言ってたけどね。なんかでも作業してるとまあ。草木染めグツグツ煮たりしてると、うん、まあ神秘的な状況というか、本当そうやと思うです、うん、作業の中で、まあ、一瞬すごい綺麗に見えたりとか、うん、なんかそういうことは本当にあって、うん、それになんかやっぱり、うんうん、なんていうかこう引き寄せられてるのは分かるものが、うんうん、そうじゃない、なんか雰囲気がなんか、うんうん、できるでしょ、なんか。あ、かんないそうだね、物の性格みたいなのはそういう色とかにあるよね、うん、これとか見てたら思うね、思う。ベンガラ、これ柿渋、カタコタ、なんかこう重層的だなって、色が、うん、化学の色に比べて、うんうん、そうだよね、天然染料っていうか、なんか そのなんていうか、うん、うん、そうだね、うん、染めるってこと自体にそういう意味性があるっていうのが面白いなと思う、うん、なんかありそう、願いみたいな、祈りみたいなところがあるし、うん、まあいいじゃない、服は白で、うん、おいいよね、白だっていいさ、実際は、実際は、うんうん、だけどこうやって染めてやるってことは何かこうそのそれからプラスアルファ何かをこう、うん、なんていうか、それは職業を表しているものだったりとか、うん、そのまあその地位とかもあるし、うん、なんかそういうのをこう色で染めた染料でこう、うん、なんか自分たちをこう高めていく感じとかは結構俺はなんか面白いなと思うかな。確かに面白い、うんうん、なんか
その、まあ、難しいけどね、それなんか、うん、しかもまあ今は色が自由に選べるから、うん、それもいいし、いい、うん、なんかお客さんとかでカバン買ってくれる人も本当に自分に合う色を最終的に選んでくれてる感じもあって、はいはいはい、それはもうめっちゃ面白いと思う、うん、かな、なんか、うん、不思議な感じやけどね、なんかで、うん、見るとなんかいろんな色が欲しくなるよね、これ見ると。でも、ミノバランで染めてみよう。そう。まあ、それでいこう。それでいこう。それの方がいい。そういうなんかね、ちょっとあった方がいいでしょう、やっぱり、さっきの話もあって。そうだね。やってみようか。うん。兵隊の。そうだね。なんか、うん、そういう感じかな。今のところ。高校生の時に買った高校生の時買った、うん、その時にはもう絵を描いていました。いや、その時はまだ描いてなかった、うん、小さい時から絵を描いてたわけではない、うん、いつですか高校、うん、どうやったかな、でも高校の、うん、高校でその大学そっちに行こうと思ったのがきっかけで描き出して、うん、で1年浪人して入ったから、うんうん、結局その準備期間がなくて、それまで中高と水泳ずっとやってて、そうだ、水泳やってた、そう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 、うん、だからなんかもう夏ぐらいまでずっと水泳、うんうん、でそっからなんか大学受験やったから、うん、なかなか難しくて、うん、だからもう1年で大学入学って感じだったから、うん、結構水泳から絵っていう、うん、このちょっとジャンプというか、そうだね、うん、それはなんでなんやろ、うん、でもなんか水泳やってた時ではなくて、うんうん、多分高校の友達とかで、うん、あのそういう大学に進むやつと仲良かったからは結構大きかったのと、うん、かな、なるほど、そう、もうそこからずーっと描いてる、もう嫌にならずに、あ、絵を、うん、いや、まあそうだね、うん、嫌になる、うん、そうだね、うん、そんな感じだと思う。したら気づいたら画家だった。地続きではあったね、多分、うん、やめないでいたってだけかも。あ、分かるんだよ、その感覚。続いたって感じ、うんうん、やめる理由もなかったしね、なんか楽しいですか、絵を描くこと。いや、うん、楽しいっていうのもあった時期もあったけど、今はそんな感じでもないかもね、うん、楽しいというよりはなんか、うん、なんて言えばいいんやろな、マジ楽しいって感じではなくなったかも。あ、でもそれで言うと私も染色に出会いたての時はもううわこれやば楽しいってときめきいっぱいだったけど、うん、今こう時を経て楽しいではないけど、うん、なんかいろんな難しさとかを分かってきて、うん、なんだろうな、あんま分かる、言ってなんか、なんかでもね、僕はね、もうそれで成り立ってしまった感覚があって、うん、さっきも話したけど、うん、絵を描くっていうこと自体が浸透しすぎて、もう生活なんだ、そう、絵が、そう、うん、だから、うん、どうするみたいな感じ、そう、次何描く？描くみたいな話をずっと考えるやんか、うん、でも分かるな、分かる、それを楽しいとは思ってない。あ、だから夕飯何食べるみたいな、そうそうそう、そういうテンション、うん、そう、これ何やったっけみたいな、うん、のがめっちゃある。あ、うん、なるほどな、それめっちゃあるよ、例えば、うん、さっきもその感覚のが、うん、その連動していった時に鑑賞体験が最大化するって話をさっきしたじゃない、うん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 、その話どこで思いついたかっていうと、それは思いついたわけじゃなくて、うん、ニュージーンズって K-POP のアイドルいるでしょ。ニュージーンズ、うんうん、ニュージーンズの、うん、事務所の社長のミンヒジンさんがインタビューで答えてて、うん、そうなんだ、そう、でミンヒジンさんすごいから、うん、あのまさにニュージーンズをデビューさせるときに、うん、今の時代はその五感を連動させることで、うん、あの
あのコンテンツをこう作っていかないと、おーおー、あの鑑賞者に伝えることが最初、うん、なんかちっちゃくなってしまうからそれをでっかくしたいみたいな話をしてて、うん、それは雰囲気作りも含めて、あ、動画とか、うん、ミュージックビデオ全曲つけるとか言ってて、うんうん、あ、もうこれやんと思って、うん、これだこれやと思って、あ、意外なとこから答え出たそうし、うん、なんか、まあ、全然関係ないけど、うん、どうしても関係あるような感覚で考えてしまうのよ、何でも全て絵に繋がるってこと、そういや自分のやってることに繋げてしまうだけなんだけど、うん、それが絵だから、うん、そのアンテナに引っかかるものっていうのはそれになんていうか関係してしまうっていうか、なるほどね、そのさっきも本当さっきもそういう話だと思う、うん、なんていうか、うん、これがいいのは絵として成立してるからっていうことを、うん、だからもうジンバさんが絵かもね、なんかそれぐらいの絵じゃないけど絵を描く人なんだけど、絵を描く人はそういう多分感じなんかもしれん、あ、なるほどね、うん、そっか、なんかすごいね、なんかすごい、うん、なんかね、でもそうな、難しい、うーん、不思議な感じはあるけどね、すごいね、すごくはないよ、でも一緒でしょ、でもあ、まあそうかな、そう、なんかものづくりってそういう感じかなってみんな思う、あ、な、そうだね、何見ても作ることにつなげちゃうよね、うん、でもなんか絵描きの人ってそれがより純粋というか身体的ではあるってことだね、あ、うんうん、そんな感じがする、そう、うんうん、そうね、でもすごい、でもなんて言えばいいんやろな、そうかもしれないね、なんか、うん、めっちゃなんか思うことも結構あって、うん、なんていうかこういうそういう話ってさ、うん、実際はこう昔の絵とかは、うん、あのキリストとか、うんうんうん、釈迦とかなんかそういう、うんうんうん、まあイメージ上の架空の人物もしくは神様みたいなのを書くのがあったじゃない、うんうんうん、だから物語を作った内容の絵だったりするから、うんうん、なんかこう自分じゃなくて物語の主人公の私っていうもの自体がこういて、うんうんうん、それを物語になんか参加してるみたいな制作、うんうん、なるほど、昔の感じ、うんうんうん、それなんか小説ってことやねんけど、あ、簡単に言うと、なるほどね、私はって言ってる私は、はいはい、うん、その夏目漱石とまた別の主人公でしょ、例えば、うんうんうん、なんかそれとかはすごいなんか面白い仕組みやなって思ってて、うん、まあ、昔はそれに近かった気がしてて絵は、なるほど、だけど今は結構より身体的に生活にフィットしていくような、うん、あ、うんうん、なんていうか、まあ、近代美術が、うん、あってその先にいるから、うん、なんかその辺の感じがすごいなんか生活と、うん、だから自分の身体性とその絵の関係性がなんかすごく、うんうん、不思議な感じはあるかもな。僕が好きな絵とかは結局その物語の一部分を切り取ったような絵、うん、だからすごく構造的にできてるけど、うん、僕自身はすごく構造的じゃなくて、うん、もっとなんていうか身体的で生活と、うん、一緒くたになってるから、うん、その辺がこうなんていうか、うん、不思議な感覚が今なるほど、ね、あるから、なんかそれはなんか、うん、いつも考えるかも、なんか自分の生活自体がこう、うん、とか絵に影響されて生活がこう変わっていったりすることとか、うんうん、とその昔の人はどうやってそうやそれを解決してたのかが結構見えてこない、うん、とかは結構思ったりし、うん、するから、なんか不思議、その辺はなんかめっちゃ不思議な感じはすごいしてる感じ、うん、なんかちょっと話が脱線してしまったけどでもなんか最近描いてる、うん、絵はなんか物語この中にあるよ ね、 そうなんかね、なんか一回やってみてるって感じ、その面白い、そう、うん、その私、うん、が私じゃないってこと、なるほどね、うん、っていう、今までは私が私だった、そう、それこそこのエッセイみたいな
感じじゃない、今回の、ね、うん、だから自分のそのエピソードを長い、うん、まあ、もしくは短い文章にして、うん、それについての絵を描くとかがこういう絵から分かった。今私がやろうとしているエッセイの形は多分こっち側で、誰かの暮らしの物語の中を切り取って、ね、切り取って作ることをして、それはすごいいいと思う。なんか不思議、昔の絵画ってこと、うん、多分なんか、うん、合ってると思う。なんかそれって多分宗教性が高かったりとかするじゃない、なんかその、うん、その人自体、主人公自体がさ、うん、いて、うん、それが例えば、まあ、普通にキリストとかだったりするでしょう、うん、それのなんか関連の絵みたいな感じのことじゃない今、うん、そうだね、そうそうそう、わかるわかる、なんか、ね、自分ではない他者の物語を、うん、紡ぐ、 そうだよね、それをものとして出すっていう行為だよね、うん、そしたらなんか、うん、そのもの自体が一人歩きするっていうか、うん、 そうだね、その人たちのものでもないし、うんうん、実際こうもう少しなんていうかこう、うんうんうん、なんていうか変わるっていうか、うん、それはなんかいいんじゃないかなと思うけどね。わかるわかる、よかった。そう、あんまりなんかでもそのうまく説明できない。いやでもなんか伝わるし、うん、考えてることを少し、うん、そうだよね、似てるのか、うん、なんかその、うん、思う、それは、うん、生活っていうか僕の周りとかはさ、うん、なんていうか例えば動画撮影してるやつとかもいたりとか、うんうんうん、そのまあ野村さんみたいに染色やってるとかデザインやってるとか、うん、なんかそのいろんな領域をこうやってる人が多いじゃない、うん、多いよね、まあ、物を描いたりとか、うんうん、で、うん、なんかすごい自分だけ、うん、あの勝手やなって思ってきてて、なんか勝手なんていうか自分しかわからない絵が多いなと思って。なるほどね、うん、あ、うんうんうん、そうで、それがいいのかもしれないけど、うん、これがこうなったらさ、うん、ここには俺やけど俺じゃないわかるってできるや、あ、そのそうそう、でも私の今のその課題っていうのも、うん、これまでは自分の形、自分が欲しい形を作ったんだけど、はい、それが自分じゃない他者に向かった、はいはい、ジマさんの絵もひどく開くというか、そ う, だ、ね、そういう感じ、そう、一個前に一人置きますみたいな。あ、わかります、うん、それで、うん、それをこう 見るみたいになれば、うん、少しなんていうか僕もそれを見るから、うん、立場としてすごく近くなるから、うん、話しやすくなるかなっていうのをめっちゃ思ったりとか、鑑賞者と、まあ、自分の制作者の距離が近い、そう、使用者と、まあ、私の制作者の距離も近くなる、うん、フェアな感じ、ね、フラットな感じ、 そうだね、あ、そういう見え方にしたらしてみようって感じ。みんなそうじゃない、結構なんか撮影してるとかデザインとかも、うん、やっぱりそのものを作るっていうのを、うん、いろんな人の共同でできてる場合がなんか多いなと思って、うんうん、それがやっぱり面白かったりするし、うん、なんていうかある種制約を受け入れていかないといけないところも多いんだろうけど、 ね、あまりにも自由すぎて、うん、すごいあの自分勝手になんかこう、うん、すごく鉛筆が尖っていく感じが自分ではあったから、だからなんか自分で少しこう距離を置くような、うん、感じにできたら、なるほどね、うん、分かるんちゃうかなと思って周りが、うん、周りがね、うん、とかは思ったりはしたけど、うん、結構なんかそういう意味では、うん、そう、そうだね、今まさにちょっとずつ絵が変わってるって感じがするけど、絵が変わった、うん、なるほどな、そうだね、生活っていう意味ではちょっとそあんまりなんか生活味がないけど、なんか、なんか私河合勘次郎が好きで、はい、勘次郎さんの言葉の中に一、うん、人の仕事でありながら一人の仕事でない仕事っていう言葉があって、はい、なんか結局制作している以上一人でやってるように見えても鑑賞者がいなきゃ絵も成り立たないし、うん、みんなでやってること、そうだよね、なんかその
ブランドやってても、もう私一人でやってるように見えるかもしれないけど、実はカメラマンがいて、そうだね、デザイナーがいて、うん、なんかこう何か作るっていうのは、やっぱりみんなでやることだから、うん、その、チンバさんがさっき言ってた距離の取り方みたいなのは、すごいわかるなって。そうだよね。自分自身一人のことだ、本当に一人でやってたら、成立しないのか、仕事としてやるには。なんか感覚が連動していかないそうだね、うん、のかもしれないと思って、うん、それがなんか大事なんかなっていうのは思ったりはしたかもしれない最近。面白い、うんうんうん、どうなんやろな、うん、うまく説明できないけど説明そこすごいと思う、うん、なんかそれが大事なんかなとは思う、うん、かコンセプトがあるじゃない、そのこのカバン、今回のエッセイとか前の旅するカバンとか、うん、あ、そうだね、それはあって、うん、だけど全体をこうなんていうか構成してる春の村っていうもの自体のこう、うん、なんかこうふんわりした雰囲気があるっていうのが、まあ、一番ベストなんかなって思うっていうか、うん、そこを別に言語化する必要がないじゃない今雰囲気で、その環境づくりをうまく整えていくっていうか、うん、そうなるとなんか一番なんかいいのかなって思う感じはしてます、うんうん、なんかなるほど普段生活する、うんうん、例えばまあ今本屋さんで働きながら絵を描かれてると思うんですけど、はいはい、だいたい1日のルーティン的なルーティン、うん、朝は、うん、大体8時ぐらいから書店で働いてて、そうですよね、で夕方ぐらいまで働いて、うんうん、でそっからかな制作とかは制作、うん、だから朝出勤電車でして、うん、本屋さんでいろいろ本を陳列したりとかレジして、うん、働いた後に帰ってきて書くって感じ、書く、うん、大変だね、ちょっと大変かもね、疲れるね、それはちょっと疲れるでも休みの日とかが多いかも、むしろ、あー書く日、書くのは、うん、なんか例えば朝書く夜書くみたいな、まあ夜の方が多いかな、うん、やっぱり結構住まいとこの制作場所が一体になってるから、うん、そうだね、うん、いいね、夜もギリギリまで書ける、書ける、うん、うん、深夜まで、そうですね、うん、実際やっぱり昼間の方が明るいし、うん、その日のうちにあの日が出てるうちに何か作業できたらいいんだけど、うん、やっぱ書店で働いてるから、うん、こう日出てるうちはいろいろ買い出しとかをしてっていうのが多いかもね、うんうん、なんか絵の具とか、絵の具とか、ここから5分ぐらいで画材屋があって、うん、あ、そうなんだ、へえ、便利だね、そうそうそう、うん、でそこでいろいろ買って、近すぎるからこまごま買っちゃって、うん、毎日コンビニ感覚、そうそう、毎日行ったりとかして、毎日そうなると、うん、そう気づいた夜で夜にちょっと作業し始めるっていうのが多いかなと思うかな、うん、なんかすごく静かだし夜集中しやすそうな場所ですね、うん、そうだね、うん、なんかむしろ逆にうるさくしてるかもしれへんと思ってしまうけど、なんか静かすぎて、そう大きな音は出してないけどね、結構なんていうか静かすぎるから、ここあ、そっか、無音で書く、うーん、なんか聞いたい、そうだね、無音、なんかそうでもないよ、ラジオとか、ラジオ、うん、聞いたりとか、私もラジオ聞く、うん、あんまりでも無音になっちゃうけどね、うん、そのずっと流れてないから、だいたい30分か2時間ぐらいの間でラジオが終わっちゃって、うん、そうか、夜になって作業がこう、うん、うまくいってないと、うん、こうそのままなんていうならない、なんかそのラジオが終わって、うん、自分の仕事まだ終わってないみたいな、あー全然そんなあるよ、あるよね、それでなんか止めて別のっていう風にするのはあんまりないかも、なんか、うん、なるほどね、なんかこれはいつ聞こうと思ってたんですけど、なんか絵のやめ時っていうか完成ってどういうジャッジしてるのかな、完成、そうだよね、うん、いやそれは難しくて、うん、うーん、どうなんやろな、
どういう風にやめるの逆に。私は結構染めって一回きりなんですよ、ね、もう一発ドンで、はいはい、だからもう出たとこ勝負ってとこがあって、はいはい、どんなにコントロールしようとしっかり測って熱入れたとしても、うん、やっぱ自然相手の仕事だから、はいはい、もう一回染めたらもう元に戻せないんで、はいはい、だからもう出来上がったところが染め上がったら染め上がり、うん、まあでも時にはちょっと自分のイメージから明らかに外れてた時はもう一回染め重ねることはできても、うん、白にはもう戻れないんですよ、うん、だからちょっと潔いかも、そのものの終わり、うん、完成はもう染め終わったらってところ、うん、そういう意味で言うと、うんうん、そうだね、どうだろう、僕はすごく潔が悪い考えて、いやっていうか作品としてのリミットとか、うん、作業としてのリミットがあるってことでしょう。それは、うんうん、そう、それがあるんだけど、うん、ないような感じ、うん、絵っていうのは、うん、そのまあ、具体的に言うと、うん、これとかは、うん、そのいつ描いたかな、棒の6周年の時に描いたから、うん、次8周年って言ってた、2年前から描いてる、ずっと描いてる、ずっと描いてるわけじゃないけど、うん、たまに、その2年前に描いた時は白黒で出して、へー、でそれ、そうなの、そう、それをカラーにして、うん、でそれを字幕をつけてっていうのが面白いねその間2年あると思う。ここに至るまでにいろんな状態でじゃあ展示している。そうそうそう、え、すごい、知らなかった、知らなかった、うん、これもそうよ。あ、そうなんですか、すごい時間軸めっちゃすごい熱いね、うん、それはでもあんまり良くないとされていますでもなんかこのレコードバッグもそうだけど、うん、その時間の行き来とか陣馬さんの時を見つめる眼差しみたいなのが、うん、なんかさっきのその何年もかけてちょっとずつ変化しながら変わっていく絵と似てる気がして、うん、そうだね、うん、思う俺もね、うん、しすごいなと思うのよ。それはなんかこの0秒が5秒の間をこの、うん、ここだけ書くのが例えばできたとするじゃない、うんうん、あの静止から少し5秒ぐらいの、うん、この間に費やしたのが2年っていうのが、うん、そうだね、むっちゃいいなと思って、めっちゃいいし2年どころじゃない可能性だってあるということ。そうそうそう、ただのアイディアやねんけどワンアイディアを思いつくのにすごく時間が必要やったなとか思うと、うん、なんかその絵の意味合いが、うん、やっぱ自分ではあるなって思ったりとかはするときはあるけど、すごい陣馬さんらしい。そう、なんか、うん、でも商品、製品としてのリミットとしての考え方が僕は薄いからそれがやってしまっていて、だから一回誰かに渡す、引き渡すってこと自体ができない、うん、あ、できないとかが結構ある。あ、でもそれで言うと私も、まあ、染めの終わりはあるけど製品としての完成はあるけど、うん、その後に人に渡った後に何回も直しをして、はい、そうだよね、形を変えたりしてて、うん、経年もそう出るしね、出て、なんかそこの時間気になりますよね。そう、気になるし渡してるけど託してるような感じがあって、うん、使ってみてどうなるかっていう、その先に時間があるっていうふうに考えれるのがいいなと思う。俺は結構その自分から手を離れたらそれは止まっちゃう感覚があるから、そのなかなか手放せなかったりとか同じ絵をずっと描いちゃったりするから、なるほど、それは良くないなってやっぱ思ってきているんだけど、良くないなって思ってるってことはその手放せる時期が来てる、あ、もう費やせるっていう、あ、なるほどね、もう結構時間をそれについて割いたなっていう感じは実はあるって感じはしていて、まあ、かなり前向きに捉えてます。それはもうこれ以上は無理でしょみたいな、うーん、みたいなことは思ったりはしてるけど、そこ反省についてって言ったらそういう感じかな。いや、
いい話聞けた。完成は しない感じが俺は強いかも。なんか完成というか区切りはつけれるけど、もう一回書きたいってなったら書いてしまうって感じが、ね、知らなかった。そう、絵の良さってそこやと思ってて、なんかそれをなんか結構重要視してるかも。なんかあの僕の絵じゃないけど、例えば昔の抽象絵画とかがなんでいいかっていうと、こう絵を描いて、例えばこう描いたら次こう描くじゃない、例えばね、したらこう描いてこう描いたなっていうのが分かるでしょ絵で。あ、だからタッチとか、そう、うんうん、見た人が絵をこう終えるじゃない、こう終える、こう、あ、何年経っても終える、終える、うん、それが分かる、分かるっていう時間が収められるっていうのが、その抽象絵画としてのすごいポロックの、そうだね、だから実はすごく目が良くて、みんな、目の性能が良くて、その蓄積されたのが目で終えてるみんな、だからこれがすごい時間がかかってる絵だなってみんな分かるんだけど、それがその絵としての最後のなんていうか、こうなんか残ったなんていうかこう価値の一つかなと、時間が収まってるって感じ。結構そのほとんどのものは結構テクノロジーとかで別のものに置き換わったし、その方が精度が高いっていうものが多いから、なんかそれでいいんだけど、今んとこそれが一番なんか、なるほどね、そう、こうして時間がこう置いた人のなんかそのなんだろうな、人のこう、まあ弱こう強く置く人もいれば弱く置く人もいるし、 その人が出るもんね、なんかその人まで残るもんね、そうだね、時間と書いた人の、そう、なんか残っちゃうっていう、ね、そう、痕跡がどんどん消え、なんか残ってしまうっていうのが、作者と絵のやつが鑑賞者が分かるって感じがする、とこまで唯一残ってるって感じがするけど、まあその例えばさっき、まあ話が戻るけど、なんかこう、カッターと使って直していくとか、経年劣化していくとかの話はやっぱり受け入れられない、なんていうかもどかしさがあって、それとはやっぱりちょっとだそれの方がすごいやっぱいいなと思うんですよ。なんか生活にフィットしてる感じがするし、その時間の蓄積としてさ、一回止まったものに上から書くっていうのはさ、鑑賞者には僕は望んでない。あ、だけどその上から書き足すっていうのを一応考慮できるでしょ。こういうの、そうだね、そのカバンとかは。まあそうだね。それがすごいやっぱりいいなと思う。あ、終わるからね、やっぱり一旦完成したら完全に、だけどそれが終わらないっていうのが、そのカバンとかそういうなんかの良さやなっていうのをめっちゃ思うって感じがするけどね。結構色剥げたりするとショックやんか。そうかそうか。でもこういうのやったらなんか、あ、そうだね、すごい、あ、こんな感じになるんだみたいなのになるっていうのは結構いいなと思ったりはするけどね。見え方がどんどんなんか、これで OK っていうのがないやん、なんかよしよしっていう意味で、確かにそういうのは、逆に思った。その完成度、完成、ここで完成っていうのは明確に実はあって、だけどそれを明確に決めるからすごい、なんていうか躊躇するっていうか、明確に決めたくないって思いがあるけど、明確に決めなくて済むから、まあそうね、だからその完成自体をこう持続的に捉えれるっていうのはすごいいいなと思うっていう感じはしたけど、今話聞いてて。でも逆に私は何なら慣れるものなら画家になりたくて、いや本当になりたかったんだけど、高校生ぐらいの時はなりたかったんだけど、なんか自分には無理だって、そんな残るようなタッチは描けないってどっかで思ったのよ。わかるよ。なんかそんな人何年も残るようなのを
自分は無理だなと思ったから、うん、だからその向かい合ってる画家とかを見るともう本当尊いなって思って画家本当にいいと思う。全然向いてない俺もなんか無理やろみたいな感じでやるけど、でもあるよね、ジンボさんの絵にはさあるよ。なんかこう、うん、なあった方がいいよね。やっぱりこう、そうね、そういうのは、うん、なんかあ、うん、あるんだろう。なんか僕が思うのはなんかすごい長い時間を費やしたら出てくるものだと思う。うんうん、なんか始めることが大事。そうだね、それは本当に大事。始めることが大事。味がせんくなるからだ、どう頑張ってもね、ガムでもそうやし、味、そう、味が大事だと思って、ね、うまいなって最初思うやん。でもだんだん噛んでたらずっと味がせんくなってくる、なるね、最終的にちょっとだけ味してくるっていうところまでいかなあかんなと思って。それは面白いね。そう、なんかそれが一番今、あ、味がしてくる、味がするっていう例え面白いですね。味が大事って思って、味が大事、味がしたと思って、味がした、これ、あ、字幕つけた瞬間に、すごいいい言葉、味がしたって、味がして、本当に久しぶりに全く味がせえへんと思ってたのずっと味がしたんだ、味がした味すると思って急に、これどういうことやったっけと思って、そう、もうしばらく考え、だからもう噛んで噛んで噛みまくって味がせんくなるやん、せんくなったけど、ただ噛んでるだけやったんやけど、字幕入れたら急にちょっと甘いって思って、あ、思った何がと思って、うん、なんかそういうのはすごい大事かなと思う時ある。でもその甘さって噛み始めの甘さじゃないよね。そう、それは行ったね、味の向こう側、味の向こう側行ったね誰か言ったよね、キリンの味の向こうが、ほんまに味の向こうが見た、味の向こうがある、ある、うん、実際それはやっぱ、でも続けてないと分からなかった、分からない、味しなくても噛んだ人しか分からない、分からないで、味しなくても噛むしかない、噛むしかない、そう、もの作りとかはそうだね、うん、そっか、味しなくて、いや、すごい難しいよね味ってすぐになくなるからさ、本当に今知ってる味、今急にしだした、しだした、うん、来たね、せんくなる時も急やったけどね、あ、それも大事だと思ったら、うん、そうか、なんかそれが一番、そう、楽しい、楽しく描いてるってだけじゃなくなるっていうのは、うん、なんかそんな感じかなと思う。なるほどね、そう、うまい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 、いやいやいや、うん、うまいってなるじゃない、絶対に、わかるわかる、うんうん、でそっからが長いけど、そこをずっとそしたらなんかまた別の、なんていうか、なんて言えばいいか分からへんけど、なるほどね、いやでもすごいなんかわかるよ、わかる、でもまだ私は味がしなくなるとこまで行けてない、味あるからさもっとやんないといやいや、やってるでしょ、った、うん、でもそうかと思った、味なくなる、うん、そうだね、味なくなるのあるのよ、本当にいやもう本当にね、難しい、人によるとは思うけどね、味しなくても噛んでたんだね、そうそう、ガム、そう、すごい、いっぱいあるからね、絵って、絵って自分以外にもいっぱいみんなが描いてるから、か、味なる、な、びっくりするよね、なんかあれどんなにしてたかなって思う時あるから、でもそれがなんかこう、うん、またなくなったりするんかもしれんし、 そうだね、それが面白いかも、なんか、そのなんていうか、うん、ずっと味してるのがいいとは思わへんっていうか、確かに味しなくならなければこの甘さっていうの今あるジムさんの味、うんうん、なかったもんね、ないと思う、うん、なんかそんな感じかな、なんかわからないけどね、なんか、うん、生活とかないわ俺多分いやでも染み込んでるんだね、もうなんか、そうだね、さっきからうまく生活の話ができない気がした、いやでもそれこそが生活かも、そうやね、それ生きてるってことかもしれん、そうやね、味って別に食ってないからねそうだね、でもなんか伝わってくるものがある、うん、そうかもしれん、うん、まあなんかそういう感じかな、そう、